俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは新幹線に乗ったことはありますか？もちろんと答える人もいれば、住んでいる地域によっては馴染みのない人もいるかもしれません。しかし、あまり接点のない人であっても、早くて便利な乗り物であるという共通認識は変わらないのではないでしょうか。新幹線のように高速で走る便利な鉄道はもちろん海外にも存在しています。そのため、あの国は良かったし、この国は悪かったなんて比較をすることもできそうです。今回のエピソードには、仕事柄海外を飛び回っているスイス人の男性が登場します。彼は実際に乗ったことがあるフランス、韓国、そして日本の高速鉄道に関して悪かった点や良かった点を話していますが、中でも日本で衝撃的な体験をしたそうで、一体何があったのか、ぜひ最後まで見て確かめてみてくださいね。僕はスイス人のトーマス、35歳の独身で、仕事柄海外を飛び回る生活を送っているよ。結婚？ああ、したい気持ちはあるけどね。こう忙しくしちゃ、女性と知り合う時間もなかなかないんだ。そんなことは置いておいて、仕事で海外を行き来する僕は、高速鉄道に乗る機会がそれなりに多い。もちろん海を越えたり、長距離移動をするときなら飛行機を使うよ。でも陸続きだったり、国内での移動だったり、そういうときはやっぱり高速鉄道が便利だよね。今日はいくつも乗ってきた高速鉄道の中から印象的な3つについて簡単に紹介したいと思う。まず1つ目は、一番よく利用している高速鉄道さ。僕が暮らすお隣であるフランス、フランスの鉄道は僕が今の仕事に就く前から何度もお世話になっているよ。だから馴染み深いのもあって、僕のお気に入りの一つなんだ。フランスの高速鉄道で魅力的なのは、なんといっても国境を越えるのにパスポートチェックがいらないということ。もちろん路線によって違うところもあるかもしれないが、僕が利用する区間はその必要がない。これ実はかなり便利だと思うんだ。それから2階席にファーストクラスが用意してあって、移動時間が長い時はそこを利用することも多いよ。鉄道だからもちろん揺れや振動は感じるけど、それ以外はホテルさながらにとても快適に過ごせている。だからヨーロッパ旅行へ来た人にはぜひとも勧めたいと思うくらいだ。そして2つ目に紹介したいのは、韓国の高速鉄道だ。韓国は僕がアジアで行った一番最初の国だった。もちろんアジアの高速鉄道も初めてだったから、とても印象に残っている。韓国の高速鉄道についてまず思ったことが、運行本数が多いということ。正確に数えたわけではないが、フランスでは乗り遅れると1日が台無しになったと思うのに、韓国ではその必要がない。割とすぐに次の電車が来てくれるから、遅れを最低限に抑えられるんだ。これ僕みたいに忙しく移動する社会人にとってはかなり嬉しいことなんじゃないかな。そうそう、他の国と違って当日まで予約が満員じゃないことも多いから、それも助かっているよ。急に前日に仕事が決まっても、希望の時間に利用することが可能だからね。前に行った中国では、何日先まで予約が埋まっていて、とても困った経験があるから、この韓国の運行本数の多さはかなり魅力だと思うんだ。でももちろんいいところはそれだけじゃない。鉄道自体のスピードも申し分ないと思ったよ。車内にいるとかなり揺れを感じて、苦手な人なら乗り物酔いしてしまうかもしれないが、それも早いからこそなんだと思う。幸い僕は乗り物の揺れが平気なタイプだから、早く目的地に到着してくれるなら多少の揺れは気にならないね。
まあ韓国鉄道の嫌な点を挙げるとすれば、清潔感がいまいちなことくらいかな。車両は今までに乗ってきた海外のものより古さを感じたし、ところどころにゴミが落ちているのを見かけた。だから高速鉄道に特別感を求めている人には向かないかもしれないね。僕は一人で仕事で使う分には早ければ何でもいいんだけど。さあ、そして最後に紹介するのが日本の高速鉄道、新幹線。何を隠そう、日本の新幹線は僕が最も衝撃を受けた高速鉄道だ。少し恥ずかしいエピソードではあるんだが、新幹線の素晴らしさを記録しておきたいので特別に話そうと思う。その時の出張で僕は日本の愛知県に滞在していた。そして本社のある東京へ行くため新幹線を利用することにしたのだ。予定では1時間40分ほどで着くらしい。ヨーロッパで乗ってきた新幹線などと比べると本当にあっという間の旅。移動したその日のうちに本社で大事な打ち合わせがあるので、この短い時間で移動ができるのはとても助かった。それに評判では日本の鉄道は時刻ぴったりに運行しているそうじゃないか。僕は今までいくつもの高速鉄道に乗ってきたが、ぴったりに発着する鉄道なんて正直ほとんど見たことがない。どんなに遅れが少なくても5分くらいの前後は当然だと考えていた。だからこの日本の評判もあまり信用できていなかったんだが、出発予定時刻の数分も前にしっかりホームにやってきたのを見て感心した。ほう、本当にぴったり発車するつもりなのか。初めての経験に心の中で少しワクワクしたのを覚えている。そして車両もなかなかに立派でゴミも落ちていない。隣の韓国と比べると圧倒的に整理整頓されていた。隣の国だし似たようなものかと思っていたが、今のところ日本の新幹線の方が優秀かな。比べるものではないかもしれないが、高速鉄道に乗った経験が多いゆえに無意識にそんなことを考えてしまう。そうして自分の席に着き、いつも通りアイマスクとイヤホンをつけた。高速鉄道に乗るときは基本的にこうやって過ごすんだ。長距離移動のときは車内のレストランで食事をとったりすることもあるんだが、数時間だけのときは寝て過ごすことが多い。車内で仕事をする人もたまには見かけるが、僕はこういう場所じゃ集中できないたちだからね。それなら到着してからのパフォーマンスを上げるために体力温存しておこうという考えだ。乗り過ごしのないようにスマートフォンできっちりアラームをかけ、僕は乗車早々眠りについた。そして次に目覚めた時のこと、気分的には結構寝た気分でいたが、車内に全く揺れを感じない。まだ発車前か、5分くらい寝ていたのかな。うとうとしながらそんなことを考えていた。日本の鉄道は時間通りに動くと聞いていたけど、やっぱり多少遅れているみたいだ。まあ時間ぴったりに動くなんて無理な話だと初めから思っていたから全然構わないが、そりゃ30分も1時間も遅れているんじゃ仕事に支障が出るから困るけど、こんな数分のことなら起こらないよ。そんなことを思いながらアイマスクを少しだけずらし腕時計を確認。そこで僕は驚愕した。なんと時刻は出発予定時刻を30分も過ぎていたからだ。僕は思わず声を上げて、今度はスマートフォンで時刻を確認する。でも確かに腕時計と同じ時刻を示しているのだ。急いでアイマスクを外して窓の外を見ても景色は真っ暗。動いている気配がまるでない。どういうことだ。予定時刻を30分も過ぎているというのにまだ動き出していないなんて。
周りの乗客は全く焦るそぶりもなく座っているが、日本人はどれだけのんきなんだ。日本の鉄道は時刻ぴったりに運行しているなんてとんだ嘘っぱちじゃないか。誰がそんな噂を流したのか知らないが、まるで裏切られた気持ちになった僕はつい頭に血が上ってしまって、その時ちょうど巡回に来た乗務員に思いの丈をぶつけてしまったのだ。どういうことだ、予定から30分も遅れているじゃないか。大事な会議の予定があって俺には時間がないんだ。早く発進させてくれ。俺の言葉を聞いて乗務員はキョトンとした顔をしている。そして周りからもものすごい視線を感じるが、俺は間違ったことを言っていないはずだ。日本人はおとなしいと聞いたから、心の中で不満に思っていても言えないのだろう。それならなおさら僕が代表して文句を言うんだ。日本の鉄道は時間に正確だと聞いていたのに、がっかりだよ。一体いつ発車できるんだ、何をしているんだ。そう畳みかけると乗務員は信じられないことを言った。恐れ入りますが、当列車はすでに発車しています。その言葉を聞いてさらに怒りがこみ上げてきた。気休めでそんなことを言ってどういうつもりだ。そんな子供騙しで納得すると思っているのか。車両が全く揺れず窓の外も真っ暗なのに発車しているはずがあるか。バカにするのもいい加減にしろ。そういった瞬間、一気に車内が明るくなったので思わず外を見た。するとトンネルを通過しておりました。乗務員はそう言った。確かに窓の外には風景が広がっていて、高速で動いていることがわかる。え？思わずそんな声を上げた。よく考えてみれば、発車前窓にはホームの様子が映っていたので真っ暗ではなかった。風景が見えないからてっきり発車前なのかと思ったが、寝ぼけていたのか、どうやらかなり恥ずかしい勘違いをしていたようだ。でもそれにしたって動いているなんて信じられないほど床も車両も揺れがないのだ。何はともあれ、僕が勘違いで怒り散らかしていたことに違いはない。騒ぎ立ててすみませんでした。あまりにも揺れがないもので動いているなんて信じられなくて、素直に謝るしかなかった。すると乗務員は優しく微笑み、とんでもございません、車内のお客様が快適に過ごしていただけるよう一生懸命開発しておりますので、実感していただけたのなら嬉しい限りですと言ってくれた。そうか、この揺れのなさは日本の技術開発の賜物だったのか。そして僕がこれ以上恥をかかないよう気の利いた返しをしてくれた乗務員にも頭が上がらなかった。結局新幹線は全く揺れることなく、本当に予定ぴったりの時間に目的地へ到着した。生きてきた中でこんなに恥ずかしい経験はなかったけど、同時に驚くほど素晴らしい高速鉄道に乗ったのも初めてだった。トータルすると新幹線を経験してよかった、そんな風に思っているよ。だからこれを見た皆さんは日本の新幹線で恥をかかないよう気をつけてほしい。動いていないと思っても実は静かに猛スピードで僕らを目的地へ運んでくれているから。あれだけのスピードで走っているのに揺れがないってまるで魔法みたいだよね。私は乗り物酔いするタイプだから素晴らしい発明だと思う。確かにかなり恥ずかしい勘違いだな。でも乗務員の粋な返しにはしびれたよ。そういうところも含めて日本の新幹線は魅力的だ。揺れの強さが原因で高速鉄道は敬遠していたけど、
日本の新幹線なら乗ってみてもいいかも。しかも時間に正確なんて観光客に優しい乗り物だよね。フランスの高速鉄道はパスポートチェックがないんだ。それは便利ね。日本や韓国は国内だけで走っているからそもそも関係ないのだろうけど、国境を越えられたら楽しそう。新幹線に乗った経験のある人はわかると思いますが、確かに揺れが少なく高速で走っているなんて信じられないほどですよね。それで発車していないと勘違いしてしまう人がいるのには少し驚きですが、高い日本の技術力を誇りに思っていいのではないでしょうか。皆さんは新幹線で驚いたエピソードや実際に感じた魅力などはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。